皆さんこんにちは、のらんです。今日はまたこの動画では初登場かな、ワンダーフロックに来てもらいました。カエルさんのドールですけれども、とはいえ今回メインの話題がワンダさんというわけでは実はちょっとないんですけれども、どうしてこの子連れてきたかというと、ジーパン、ジーンズですね、デニム生地のお話です。私普段作るのが割とカジュアルかつビビットカラーだったりの、布、可愛らしい布で、結構まあポップな感じのお洋服を結構作りがちなんですけれども、まあね、長年の夢の一つとしてジーンズでちょっとかっちょいい感じの洋服をね作りたいなっていうのは兼ねてから憧れとしてあるんですね。で、何回かチャレンジしましたけど、こういうオーバーオールだったりとかジーパンでも割とこういうねクシュッとした感じのを作りたいなという夢がずっとあるんですよ。で、まあ何回か一応この動画でもチャレンジをしてるんですけど、まだね100点まではちょっと言わないですが、まあ90点とかね、合格点までね、ちょっとまだなかなかたどり着けてないなという感覚があるんです。で、ちょっとまたね、やる気が出てきたというか、まあ夏じゃないですか。まさにもうすぐ夏がやってくるんですけれども、やっぱ夏といえばね、こうデニムに T シャツに帽子とかで、こう軽快なファッションでね、お外に連れ出したいなという気持ちがありまして、ちょっとまたそろそろチャレンジをしようかなということで、デニムパンツをねちょっと作ってみようかなとまた思いやってみることにしました。で、今までねなんでうまくいまいちいかなかったのかなっていうところの改善点として、ちゃんとしたデニム生地を使わなかったんですよ。こうプリントのデニムだったりとか、あとは、まあ、デニムっぽい布だったりとかっていうのをついついね使ってたんです。どうしてかっていうと、やっぱなんとなくデニムは硬いイメージがあってうまく縫えないんじゃないかなっていう不安から、ついついね結果違う布を使ってたんですよね。それがねいまいち完成しても、これなんかデニムっぽくないなってなってた理由なんじゃないかなと思い、今回はちゃんとデニム生地でデニムパンツを作ってみようと思いました。で、前置きが長くなりましたけど、こちらドールズクローゼットシーズンズ、こちらに、デニムパンツの型紙が載ってるんですけど、これによると8オンスのデニムを使ってます。で、まあおそらくちょっと調べたんですけど、オンスは数字が小さければ小さいほど薄手のデニムなので、8オンスは多分割と薄手なんじゃないかなと思います。まあでも薄手とはいえちゃんとデニムなので、それで作ればねまさにデニムパンツが作れるんじゃないかなと思うので、まあ、これもねすごく、これはディーラーさんから購入したんですけども、こういうね感じのでちゃんとしたデニムが作れるんじゃないかなと思います。で、一応今回2着作ろうかなと思ってます。1個はこの本の型紙通りのデニムパンツ、もう1個はできれば私こういうちょっとこうクシュッとした感じの、デニムパンツがいいなと思うので、ちょっと型紙のこの裾、足首のねこのラインをもうちょっと太くして、このダボっとした感じで着せれるんじゃなかろうかと思う風にちょっと型紙をねアレンジして、ダボダボデニムパンツ、ちょっとその2種類を作ってみて、フィッティングしてみようかなと思います。一応サイズとしては今回、22センチドールで作ろうと思うので、まあ、ブライスリカちゃん、できればオビツ22ぐらいでちょっとフィッティングできるといいなと思います。で、ちょっとね頑張って作ってみたいと思います。はい、完成しました。Gパン2着をルルコちゃんですね、こ
これどちらもオビツ22ボディのルルコちゃんに着てもらってるので、一応ボディのサイズとしては同じボディなので、まあ比較しやすいかなと思ってこのボディに着せてるんですけれども、うん、一言で言ってしまうとですね、失敗しました。うん、ミシンそのものとしては成功したんですよ。今これまあパッと見いいですけれども、まあうまくできたんじゃないかなというふうに思っています。ちなみにこちらが完全に型紙通りに作った方で、こちらが、ちょっと、まあ、改造というかね、ズボンのこの口の部分を広くしたのと長くしてるので、まあ、丈感を見ていただくと、まあ、この子も完全ぴったりで、もうこの子はちょっとくたっとしてる感じですね、になってます。なのでお靴を履かせるとしたら、こちらの子はねブーツタイプもいけるかもしれないですけど、この子はもうほんとぴったりなので、短いタイプの靴っていうんですかね、じゃないと入らないかなという感じです。で、何が失敗したかっていうのはですね、ちょっとね原因がまだちゃんと分かってないんですけど、すっごいウエストがダブダブなんですよ。ちょっと一応こちらのね、ちゃんと型紙通りに作った方の子でお見せしたいんですけれども、ちょっとこの T シャツをよいしょあげますね。こんな感じでね、今なのでまだ後ろを止めてないです、実は。うん、後ろをちょっとまだ止めるのをやめてるんですけど、もう後ろがダブッダブでね、もうこのくらい、もう完全に後ろバックスタイルとして違和感あるレベルでくっつけて、ようやくさっきの見た目なので、普通のいわゆるホック止めの場所、ここで止めてしまうと、横から見るとね、もうこのぐらい指余裕で1本なんなら2本入っちゃうぐらいにダブダブです。なのでね、これシャツインすればいいんじゃないって言うんですけども、それでもねちょっとさすがにおかしいわってぐらいダブダブになっちゃいました。いやー、これねちょっとまだ原因をちゃんと調べきれてないので、調べるんですけれども、ちなみにもともと22センチドールサイズの型紙を使ってるので、本来オビツ22ボディなら大丈夫なはずです。なので、じゃあオビツ22だからっていうわけでは多分ないと思います。で、一個ね、ひょっとしたらそうかなって思う原因の一つが、このポケットをつける、このズボンの布と、このポケットの内側の布は別の布なんですけど、これをくっつけるときに綺麗に座標が収まってなくて、結果ウエストラインがぐっと広がっちゃった可能性はあるかなと思います。ほんとちょびっとの話なんですけど、それを両側やってしまうと、どうしてもその分ね、ウエストは広がってしまうので、ちょっとそこだったかなって気はしてます。でもね、そこぐらいなんですよね。悔しいですね、これは。T シャツでまあこうやってね、隠してしまえば、わかんないっちゃわかんないんですけれども、まあほんでもね、やっぱちょっと実用という意味では、ちょっとこれだとなーという、感じですね。やっぱドール服ってなんならちょっとタイトなぐらいの方がやっぱ綺麗に収まるので、これだとねもう1センチとかウエスト縮めるレベルになっちゃったかなというふうに思います。いやー、これはちょっとね作り直したいなというふうに思いますね。なのでちょっとウエスト部分は要改善という感じなんですけれども、それ以外はねすごく綺麗にいったと思いますし、ズボンの形としては私やっぱこのねちょっとクタッとタイプが好きなので、こちらでウエストをちょっと改善してリベンジしようかなというふうに思います。であとね、このポケットもねどうしようかな。これ以上ちっちゃくなるとポケットつけられないんですよね。片っぽだけとかにしようかな。ちょっとまあこの辺も改善していきたいですね。で、このジーンズの布もこれなら一応ギリギリ家庭用ミシンでも分厚いところも縫えたので、布の厚さとしては良かったと思います。もう本当だからあとウエストの改善だけですね。あー、悔しい。もうね、分かってたんですよ。こうやってね、調子に乗って2本同時に作ったりとか、複数同時に作ると、大体失敗してね、
くじけるんですよね。分かってるんですよ。だからね、ちゃんと1着ずつ作らないとダメだっていうことは分かってるんですが、まあ今回はちょっとね、調子に乗っちゃいました。しょうがないですね。でもこればっかりは。なので、まあでもね、せっかくなのでちょっと近いうちにもう一回作り直そうかなというふうに思うのでね、また動画でそれはご報告したいと思いますけど、まあでもね、いい勉強になったのでね、これからもまあこういう失敗も包み隠さず、あの動画でね、皆さんにご報告していこうかなというふうに思います。本日はドールズクローゼットシーズンズからGパンを作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。